ふんわかですよ。ほんわかふんわかね。ほんわかふんわか。大野まなみさんです。はい。はい、よろしくお願いします。こんにちは、はじめまして。大野です。よろしくお願いします。さあ、大野さんは何をなさっている方でしょうか。私はですね、トータルヘルスケアコンサルタントということで、自然療法を使った健康関係のカウンセリングをしております。うんナチュラルケアということで、うん、ホメオパシー、ご存知ですか？ホメオパシー、聞いたことありますけど、はい、砂糖の粒とかに情報を浸したものを舐めてもらって、うん、健康管理するという療法なんですけれども、うん、日本語では同種療法っていうふうに言ってるんですね。同じもので同じものを治すっていう、体に害のないもので、うん、なるべく健康管理をしていきたいっていう方がたくさん最近増えていると思って、はあはあ、そういう方のためにもちろん動物とかね、ワンちゃんとか、ね、猫ちゃん、ね、猫ちゃんも、ねね、道田さんを使ってくださっていますよね。進んでる、はい、フラワーエッセンスとか、うん、アロマオイルとかそういったものが、うん、ナチュラルケアの自然療法になるんですけれども、自然の中にあるものってことですよね。そうですね。優しいんだよね。そうです。フラワーエッセンスとかね、ほら、崖っぷちに咲く花とさ、はいはいはい、野原に咲く花とパワーが違うから。ああ、なるほどね。確かに確かに。ね、そうなんですよね。大好き。あ、よかったです。のりこさんもね、あきりんさんを使って、はい、いただいて、うん、まずね。なるほどね。いろんな選択肢が増えましたね。でもそうですね、最近はなるべくそういった自然のものを使って治癒力を高めていった方が病気にかかりにくいっていうことがね、もともと人間は持ってるものね。そうなんですね、治る力を持っているので、それを整えていくというものですね。でこれふわーっと伝えてくれるので、はい、そのままその商品のまんまって感じ。あ、なるほどなるほど。あれふわーんとこう聞いてくる感じっていうか。そう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 。急激にはじゃなくて。はい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 。カンフル剤っていう感じじゃなくてね。ああ、なんかすごいよくわかりますね。わかるでしょ。はい。うん。何を扱ってるというか、だんだんよくわかるでしょ。あ、わかりますわかります。そっか。ブランド作ったね、そのうち。マナミブランド。マナミブランド。ぜひ、そのうちにご紹介していけるようになりたいと思います。ね、普段はどういうところでコンサルっていうかカウンセリングされたんですか？品川区の中野区の方で、はい、自宅サロンをしておりまして、 そうなんですね、そちらの方で、はいはい、コンサルティングと、うん、しております。なるほどね。今度ね、ホメオパシーのこのちっちゃい砂糖粒の、ね、うん、レミですね、うん、はい、見せてもらいます、うん、実際にね、そうですね、はいはいはい、みんなに舐めていただきたい、そうそうそう、体験してもらった方が、ね、そっか、何か皆さんにいいものを選んで持ってきます。あ、そうね、それぞれに、ね、あ、そうですね、そっか、はい、いいかもしれない。いろいろ種類があるんですね。たくさん3000種類、そんなにある、そんなにあるの？あります。そうなんです。思いつけない、ね、やっぱり増えていくんじゃない？いろんな症状だったり、いろんなことに対処していかなきゃいけないからね。なるほどね。そうですね、どんどん増えていって、うん、太陽から作ったものとか、あ、そんなものもあるんですか？色ですね、あとカラーから作ったものとかも、知らないわ、あ、うん、興味津々、そうなんです、ね、じゃあ、うん、ちょいちょい出してっていただいて、はい、ちょいちょいね、わかりました、手にドーンではなくてね、ちょいちょい出させていただきます。ちょいちょい学びってことで、そうですね、ちょいちょい学び、はい、ちょっといい名前が、はい、そっか、楽しみですね。そうそうそう、あとは、うん、一緒にリンクの縁日、はい、縁日にも、ね、イベントでも一緒にやってるし、あ、じゃあそこでもカウンセリングしたりとか、はい、いろいろされてるし、その時ね、まなみさんのところね、みんなにぎわうのよね、うん、そうなんだって言ったら、はい、みんな癒されたいから、はい、彼女の、ね、商品を買うとか買わないとかじゃなくて、彼女の周りに集まるの。あ、なるほど。みんなどんだけ疲れてるのだからか。そうか、ありがとうございます。ミニミニ相談、うんうんうん、カウンセリングそこではね、そこではね、はい、して短い時間ですけれども、はい、その方たちに合った、うん、レメディーとかフラワーエッセンスを、うん、させていただくというような、ね、そっかそっか、ことに、そこからまた本格的なところってことであれば、また品川の方で、そうですね、なるほど、はい、じゃあこれからコンシェルジュとしても
頑張ってください、はい、伝えてください、はいはい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。いいのよね、つい食べ過ぎちゃうの、食べ過ぎちゃう、パクパクっと、あ、そうなんですね、はい、はい。